英小級法官中山官1926年の小解析中山官事件は1926年3月20日中華民国の公衆で軍艦中山官の開交をきっかけに候補軍艦学校長小解析が中国共産党員らの弾圧を開始した事件320事件公衆事変ともこの事件をきっかけに 中国国民党内での蒋介石の地位が急速に上昇し、また翌年4月の上海クーデターで第一次国境が作策が破綻へ向かう端緒となったが、事件の中核の経緯は未だにはっきりしていない。1924年中国国民党は第一次全国代表大会で連想、要求、扶助功能の方針を明示。 ソ連のコミンテルンの支持を受けた中国共産党も、これに応じ、共産党員が国民党に入党するという形式で、両党の間に国境合作が行われることになった。国民党総理孫文は、以前からソ連式の軍人教育に習って、将校を育成する機関の必要性を感じ、小介席をソ連へ派遣していたが、これを機に、関東省公衆の長須島にある候補に、 軍艦学校を建設することを決定し、候補軍艦学校が設立された。小介石が校長に就任し、国民党幹部の両中外、大気党はそれぞれ軍校中在の国民党を代表、政治部主任に就任、また国境合作に伴い共産党幹部のよう、県営、州恩来がそれぞれ教授部副主任、政治部副主任に就任、ソ連からの軍事顧問団が、 教官に就任した。軍官学校では三民主義とマルクス主義が同時に教えられており、小解析は共産党やソ連軍事顧問団の台頭に危機感を募らせていた。孫文の死後、国民党内部の共産勢力が暴略を始めた。党内左派の領州、領中外が暗殺され、共産勢力から暗殺の首謀者とされた右派の子、官民は国外へ逃亡。 発言力の大きかったソ連軍事顧問団の起算側、は、北伐が時期尚早であると反対し、常務委員会主席、軍事委員会主席で人望のあった王朝明も、共産勢力に対して指導力を発揮できず、国民党の悲願である北伐を開始できない状況にあった。1926年1月1日講習において、中国国民党第二次全国代表大会が開催され、 小解析は北伐の実行を力説した。これは共産勢力による抵抗のため却下されたが、小解析はこの状況の中で主導権を握る機会を狙っていた。候補軍艦学校1926年3月18日、国民党海軍局所轄の軍艦、中山が突如として、広州の候補軍艦学校の沖合に現れた。国民党内左派。 共産党は、蒋介石をソ連に拉致しようとしたが、蒋介石はこれを、中国共産党員による、蒋介石拉致のための策謀と断じ、3月20日官庁の李野竜をはじめ共産党、ソ連軍事顧問団関係者を次々に逮捕、広州の共産党機関を捜索し、労働者救察隊の武器を没収し、公衆全市に戒厳令を発するという挙に出る。 小解析の主張によれば、反乱平定後に判明したこととして、この中山間の行動は、ソ連軍事顧問らの共産勢力が共謀して、小解析を拉致し、ウラジオストクへ強制連行し、ソ連に送るためのもので、国民革命に乗じて、無産階級先生実現のためには、ただ一つの障害であった、小解析を除こうとしたものであるという。この事件をきっかけに、 蒋介石の党内の地位は急速に上昇していくことになった。それまで蒋介石は国民党軍の総監という比較的低い地位に止まっていたが事件後には国民党軍人委員会主席に就任し党内の実権を握っていった。王精英は蒋介石の区靴となることを拒み自発的に辞任して妻を伴いフランスへ逃れた。 国民党の主導権を確立した蒋介石は以前から危機感を持っていた共産党員の対等に対処するため軍事委員会に政治党無案を通過させ共産党員を国民党の訓令に絶対服従させるとともに国民党の要職から共産党員を排除していく共産党員は当然これに反発したが スターリンの意向を受けたソ連軍事顧問団はこれを抑制。むしろ、小解析と対立していた木山柄を召喚するなど、小解析に妥協している。こうして、過労うじて国境合作は続けられた。邪魔者を排斥した小解析は、国民革命軍総司令に就任し、同年7月1日共産勢力に阻まれていた、北伐宣言を発表して、北伐戦争を開始した。 北伐戦争は順調に進み各地軍閥を圧倒。翌1927年には武漢、南京、上海などを占領する。しかし、蒋介石の指導に、党内で反省的な空気が醸成され、解放された武漢や上海では、共産党員、国民党員らが蒋介石から独立した動きを見せるようになり、南省に本拠を移した蒋介石に対抗した。 さらに、共産主義者による南京事件勃発により欧米の非難を被ると4月12日、小解析の指揮により、上海で大規模な共産党員弾圧が開始され、第一次国境合作の崩壊が始まった。ありがとうございます。